それなら私、もう成仏するから。じゃあね。リベル社長から与えられた課題をどうすれば達成できるんだろう。真実の愛って何なんだろう。ゆゆちゃんはゆゆちゃんなりに課題を達成しようと頑張っていたのに、私はゆゆちゃんの気持ちをないがしろにして少し一人にさせてと言ってしまった。その結果、ゆゆちゃんは成仏すると言い放ち、私の前から姿を消してしまって、私は本当に一人に。最初はいつもみたいに冗談を言っているだけ、どこかに隠れているだけと思ったんだけど、どれだけ呼びかけても、部屋を探しても、ゆゆちゃんは見つからなくて、起きてしまったことの重大さに気づいた私は、思いつく限りに心当たりのある場所を探してみることにしたんです。いない。ゆゆちゃん、どこ？ゆゆちゃん、ゆゆちゃん、出ておいで。どこにもいない。どこ行っちゃったの？どうしよう、どうしよう。私のせいだ。私があんなこと言ったから。このままじゃ最終課題の合格も、候補生のみんなやサポーターさんともみんなで一緒にデビューっていう約束も守れなくなっちゃう。何よりゆゆちゃんとの夢が叶わなくなっちゃうよ。寂しいよ、悲しいよ、ゆゆちゃん。時間、本当にどこ行っちゃったんだろう。ゆゆちゃん、ゆゆちゃんに言いたいこと、ゆゆちゃんとやりたいこと、まだまだたくさんあるんだ。もしも成仏してしまっていたとしたら、もうこの言葉もこの思いも伝わらないのかな。他にゆゆちゃんがいそうなところ、どこか、あ、公園、二人でよく行く水上公園、行ってみよう。一番可能性があったここにもいない。どうしよう、どうしよう。私が素直になれていれば、恥ずかしがっていなければ、あんなこと言わなければ。でも誰だってそうだよね。あんなに拒否されて、あんなこと言われたら愛想つかせてどっか行っちゃうよね。こんなことになるなら、ゆゆちゃんにちゃんと私の気持ち伝えてればよかった。あれ？ここ？ここって、私とゆゆちゃんが初めて出会った歩道橋。いつの間にこんなところまで。悪霊に取り憑かれそうになってた私を、ゆゆちゃんは助けてくれて。それで、遅かったじゃないのよ、ゆゆちゃん。ゆゆちゃん！
タちゃんが泣いてんのよ。もういいんでしょ、あたくしなんて。そんなことない、絶対そんなことない。ずっと探してたんだよ、お部屋もガレージも公園も思い出がある場所は全部。おたちゃん、ゆゆちゃん、ごめんね。一緒に帰ろう。嫌よ。どうして？だって私を拒否したのはおたちゃんじゃない。私も悪かったのかもしれないけれど、でもおたちゃんは分かってくれないじゃない、私の気持ち。おたちゃんを大好きな気持ち。分かってるの、分かってるんだよ。じゃなかったら私もゆゆちゃんと一緒には。そういうところが気に食わないの。おたちゃん、違うのよ。分かってるっていうのは両思いってこととは違うの。私はおたちゃんのことが大好き。出会った時にビビッときたからとか、私が見えたからとか、同じ夢を持ってるだとか、そういうことじゃない。私はね、ずっと一緒にいるうちにおたちゃんのことどんどん好きになっていったのよ。おたちゃんの弱いところだって、素直じゃないところだって、何もかも全部。私はその気持ちをずっとほたちゃんに伝えていたでしょ。今日だってそうよ。でもね、もういい加減ほたちゃんの本当の気持ちを聞かせてほしいの。ゆゆちゃん、分かってほたちゃん、これ以上一人で両思いだって思い続けているのは独りよがりで辛いのよ。幽霊で死んでたって心は痛むものなのよ。ゆゆちゃん、ごめんね、本当にごめん。私のせいでずっと寂しくさせて。私内気で口下手で自分に自信がないから、ゆゆちゃんはそんな私のことを好きだって言ってくれるのに、私どうしても自信がなくて。私はゆゆちゃんが私が嫌いな私を好きになってくれたことがすごく嬉しくて、そんなゆゆちゃんが大好きですごく大切で。でもこんな未熟でダメダメな私から好きだなんて言われても嬉しくないよねって、思いだけだよねって。もしかしたら好きって伝えたことによって嫌われて距離を取られちゃうんじゃないかって、いろんなことが怖くなっちゃって。それでごめんね、ほたちゃん、そんな顔させるつもりなかったの。そんな顔させたかったんじゃないの。ただ好きってそれだけを言ってほしくて。こんなにダメな私からでも。そんなはずないじゃないの。おたちゃんは全然何もダメじゃない。私の夢一緒に叶えようって言ってくれて、一緒に頑張ってくれて、今だって必死に勇気を振り絞って私に言葉をくれて、そんなそんなほたちゃんがダメなわけないじゃない。ゆゆちゃん、ごめんね、ごめんね。いいの、もういいの。ほたちゃん大好きよ。やっぱり
どんなホタちゃんだって好き。今言えないなら、私いつまでも待つから。ゆゆちゃん、こっち見て。なに？大好き。え？だから、大好き！私はあなた、鞍馬ゆゆのことを、この世でも、あの世でも、ずっとずっと、心の底から愛しています！これ何？光が溢れて、私の体からも光が。あ、もしかしたらこれが本当の成仏かも。笑えない冗談言うのやめてよ。ごめんごめん。って、ホタちゃん見て、光が舞い上がって、光の中から何かが。あ、ゆゆちゃん一緒に掴んで。せーの。これって宝石かな。私たちの色してる、もしかして。社長が言ってたチャームが輝きをもたらすってやつかも。私たちの真実の愛が証明できたってこと？ってことは、ホタちゃん、親愛度ゲージ見てみましょうよ。うん、確認してみる。あれ、 100% になってない？どうして？どうして？絶対絶対絶対 100% になったと思ったのに。あ、そうだ。ホタちゃんどうかした？社長は真実の愛を証明しなさいって言ってたよね。うん、それがどうしたの？多分私たちの真実の愛はもう誰もが分かってくれてるはずだし。って、わあ！私たちや候補生のみんなとの愛だけじゃなくて、私たちにとって一番のかけがえのない人たち、サポーターさんに伝えに行かなくちゃだよね。ええ、私たちを日々応援し支え続けてくれたサポーターさんたちに伝えに行きましょう。さーて、そうとなったらここでじっとしちゃいられないわ。待って、ゆゆちゃん、脅威ってどういうこと？行くわよ。ヒュードロヒュードロロー、みんなの魂集めます。ゴーストハーモニーのアーティスト、妙伝ホタルです。前工場うまく言えてましたでしょうか。サポーターさん、ここまでご覧いただき本当にありがとうございました。ゴーイングアップチャームスが始まってから約1年、たくさんの出来事がありました。私たちゴーストハーモニーは、私がゆゆちゃんに振り回されてばかりのシーンがどうしても目立ってしまいますかね。なんだかすみません。こうして楽しいこと、大変だったこと、いろいろなことを候補生全員で経験することができて、数々の難題を乗り越えてこられたのは、ひとえにサポーターさんたちの応援と支えがあったからです。いつも本当に本当にありがとうございます。私たちはこれから最終課題の審査へと入っていきます。内気だった私がここまで残れたこと、こうしてアイドルになるという夢の目前まで来られているということ、本当に奇跡みたいです。そんな奇跡に導いてくれたゆゆちゃん、候補生のみんな、そして
私たち候補生全員にとってかけがえのない存在であるサポーターさん。全員の思いを私たち候補生は絶対無駄にはしません。私たちはみんなで一緒にチャームスとしてデビューするという夢へと向かいます。絶対に絶対に合格してみせます。サポーターさん、私たちの運命を最後まで見守ってください。これからも応援どうかよろしくお願いいたします。それでは次はゆゆちゃん、よろしくね。はいはい、ゴーストハーモニーのパートナーで過激少女クラマゆゆと申しまーす。ってもうみんな知ってるわよね。ごめんなさいね、つい癖で。まずはこれまで私たちのことを応援し見守ってくれたサポーターさん、本当にありがとうございます。しっかしまあ、ゴーイングアップチャームススタートから約1年、長いようで短かったわね。本当にいろんなことがあったわよね。思い返せば楽しいことばかりだったけれど、大変なことも多かったわね。主にこれまでの課題は難題だらけだけど、こうして私たちが全員でここに立って、こうして今もなお活動できているのは、サポーターさん、あなたのおかげよ。何者でもなかった私たちに輝きを与え、夢を追いかけさせてくれたのは、サポーターさんの応援と支えがあったからこそ。感謝してもしきれないけれど、言わせてちょうだい。ありがとう。さて、ホタちゃんも言っていたけれど、私たちはこれから最終課題の審査に入るわけで、正直私死んでるから合格でも不合格でもずっと幽霊のままではあるのだけれど、でも生きていても死んでいても変わらないこの胸に宿る熱い思いが、この先の未来を見たいって夢を叶えたいって言ってる。だから私たちは絶対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 合格してみせるわよ。でもね、それにはサポーターさんの応援や支えがまだまだ必要。最後の最後まで、いいえ、最後の最後のその向こうまで、これからもずっと共に歩んでいきましょう。どうかこれからも何卒応援よろしくお願い申し上げます。